吉さすべてのものは金にかかってきますねでねちょっとね私は思うんですけども会社勤めが始まるじゃないですかあのお正月休み明けて初出勤とかになりますよねでこう連休明けって仕事って一定のだるさがあると思うんですよだからなるべくまあ何て言うかな手を抜きたいなって気持ちがね人にはあると思いますけども なんかそう思ってる人が自分の仕事で本気になれるのかなと思うんですよ。ういうのがね毎日仕事を職場に出ないといけないってことは毎日トレーニングしていただける場所にいるってことなんですよね。でその人の会社の手伝いで100%のパフォーマンス出,な出せない人がね自分の仕事を自分のビジネスをするときに一体何やるのかなと思うんですよ。手を抜くんですかねやっぱりね。 それとも自分の仕事だったら手を抜かないし人の仕事はもう手を抜いちゃうのかなっていうバランス感覚なんだとしたら相当自分の仕事では稼いでるんですよねっていうことになってくるんですよ。だから出勤する職場がねあのどんな仕事であろうと営業だろうと企画だろうと何でもいいんですけどもそれ自分のビジネスをする時にあの勤めてる会社のスキルがいらないってものはほとんどないと思うんですよ。だかからせっかく サラリーマンとかアルバイトでどっかね、働きに行ってるんだったら、自分のビジネスを鍛えるためにもそこで本気でやった方がいいかなと。それこそ職場でナンバーワンぐらい取ってね、そのぐらいの気持ちでやれば自分のビジネスもうまくいくと思うんですけども、今通ってる職場では、クビにならない程度になんとかね、サボってる、手を抜いてる程度で、うんなんかね、いつでもやめてやるぜみたいに、思いやりもないし、思い入れもないしね、引き止めらもされないし、 そもそも自分がその会社の一翼を担っているって意識すらなくってなるべくサボろうとしてるっていうかねそのサボった煽りっていうのは絶対に同じ仕事をしている人たちとか最悪の場合はお客さんに幸せがいきますからねそんな人からなんかあれですねサービス受け取りたいいとと思思うう人いるのかなと思うんですようんだからやっぱりね吉田さんが前の会社でむちゃくちゃやったことっていうのは むちゃくちゃゃくお客さんに答え続けてきたことだとも思えるんですよだからこそ今一人になってもそれができるってことでしょうねだからそこまでできなかった人ってやっぱりね独立してもうまくいかないケースが多いと思いますよ人の会社っていうのはその会社の全部じゃなくてどこまででっても一部しかやらなけわすよその一部に手を抜いたりとか力が及ばない人がじゃあ全責任を取らないといけない自分の会社になった時自分の仕事になった時にどこまでできるのかなと思ったら大いに疑問を抱かなくてはならないかなと思うんですよ まあどんな時もね全力でやってことなんですけどね説教終わりいってらっしゃい。